ゃーん。今日はアンパンマンボーロカップにお菓子を入れてみました。イエーイ。これですね、アンパンマンの顔がとっても可愛いんですよ。このボーロカップすっごく優れてるところは、こうやって蓋を開けるじゃないですか。すると子供がこうやって欲しい分だけじゃーん取れるんですよ。じゃあ早速食べていきますね。いただきます。うまーい。またこのボーロカップで食べるとまたさらに美味しいですね。こういった形でアンパンマンとかドキンちゃんとかバイキンマンとかが映ってます。これを見ながら子供がこうやって何かなみたいな形で食べていくんですよね。これ絶対喜びますよね。普通のお菓子でもこういったちょっと容器を変えるだけでもすっごく美味しく感じます。いただきます。うーん、うまーい。はい、今日はですね、アンパンマンボーロカップを紹介してみました。これからもですね、どんどんお菓子やおもちゃ紹介していきますね。はい、では次回の動画もお楽しみに。またねー。